武功勲章は、大韓民国の勲章。朝鮮戦争開始直後の1950年10月18日に、武功勲章令により創設され、1963年12月14日以降は、将勲法により規定されている。旧デザインの銀製ウルチ武功勲章と、略樹武功勲章は、将勲法第十三条により、戦時、またはこれに準ずる非常事態化において、 戦闘に参加し、接敵地域で敵の攻撃に対応するなど、戦闘に準ずる職務遂行において、明確な武功を立てた者へ授与されることが、規定されている。武功勲章は5等級からなり、各等級の名称は、将軍法師恒例、第11条により定められている。1 9五十年の制定当初は一等から四等までの四等級であったが、さらに各等級内に、 金星や銀星、星なしの3段階が設けられ、細分すると合計12ランクが存在した。1951年8月19日に等級名が、それぞれ体力、うるち、ただたけ、過労に改められ、1963年の将軍法制定に伴い、二乗りが加えられると同時に、金星、銀星は廃止され、現在のご等級に整えられた。 武功勲章の会には、将軍法第22条で規定される武功法章が存在する。武功勲章の各等級の衣装は、将軍法士恒令第13条により定められている。章と呪からなる、正明、エディ章と略樹のセットが基本で、さらに上位に等級の対局章とウルチ章には、副章が沿う。章色の衣装は、 表面中央の攻玉円盤にあしらわれた兜から、八両の太陽光線が伸びた形状で、正明の章には、月景冠と五芒星を組み合わせた柱がつく。樹の色は、太極章は赤、ウルチ章は脳大大色、忠武章は薄大大色、過労章は暗赤色、人志賢章は水色と、各等級で異なる。加えて両端に白線が入り、 人志堅賞から、ウルチ賞までは細線が一本ずつ増えるが、対局賞の大事は無事となり、その本数で等級が区別される。正明はそれぞれ、対局賞は、右肩から下げて廃用する大受賞、ウルチ、忠武各章賞は喉元に帯びて廃用する中受賞、過労、二乗り格賞は左胸に廃用する小受賞である。上位に等級の副賞はいずれも左胸に廃用する。 正称である。また、武功法称は、人志見賞と同じ小受賞だが、金属部品は銀色となり、銃は桃色地の中央に白線一本が入る。なお、従来の対局賞の女性用小食は、男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の、将軍法仕高齢改正により、男性用の寸法に統合された。 ありがとうございます。